はい、えー、それでは後半戦も頑張っていきましょう。後半戦はですね、ルジャンドル多項式の展開式、式2.3の証明を行っていきたいと思います。で、この証明をするに先立って、えー、皆さんに思い出していただき,いた,だきたいのが、えーっと、二項定理ですね。はい、二項定理、思えてますかね。あの例えば x、x たす4の6乗を展開しなさいとかね、まあ、こういった。 ももとてつもない中学校までの知識だったら、そんなの無理っていうようなやつを展開するときに、比較的便利に計算ができるっていうのがまあ二項定理でしたよね。あれを使います。はい。で、えーまあ、それをちょっと思い出していただくためにですね、最初ちょっと二項定理の復習をしたいと思いますが、えー、a たす b の n 乗っていうのは、シグマの えー、コンビネーション NR×A の N-R 乗 ×B の R 乗。まあ、これが、えー、二項定理ですね。この括弧内の A っていうのがここに現れて、B っていうのがここに現れるわけですよ。で、でまあ、シグマで R イコール0からインフィニティで計算するときのその R っていうのがまあここに出てきてますよということで。で、コンビネーション、組み合わせの記号ですね。 あの確率論のところで高校の時もやったかなと思います。えー、組み合わせは C、コンビネーション。で、えー、順列 P っていうのはまあパーミューテーションで書かれますよって話ですけども、この組み合わせっていうのは、あのまあ大学数学とかだと、なんかかっこいい、あのー、ような表記ということで、えー、とまあこういった格好のなんか行列みたいな形で書かれることがあります。NOR ってね、はい。同じことですです えー、これっていうのは具体的にもっとかんあの具体的に書くと、R の解状 ×n-r 解乗分の n 解乗これを一つの記号で書いてるわけですよね。はい。で、これをまあ踏まえた上でですね、えーっと、考えていきますけれども、えっと、ローリングの公式の中、式2.1の中の x の2乗 -1 の n 乗っていうところがあったと思います。あの微分の中の式ですね。 はい、あのこうですけども、それに二項定理を適用してあげようと、まあ、そういう寸法です。はい、で、えー、具体的にこの式に、まあ、それぞれ代入するだけです。この a が n x2 乗で、b がマイナス1で、まあ、n は n ままですから、でそれで、まあ、この r を k というふうに書いちゃいますけども、そうすると、えー、っとまずあの c、コンビネーション nk ですね、ここ k だから、コンビネーション nk で、x の2乗 n 引く k 乗で、 マイナス1の形状。こうなりますよね。はい。まあ、これはもう、移行定理にも代入しただけです。よろしいですかね。で、あとは順序ちょっと変えますよ。マイナス1の形状前に持ってきて、コンビネーション NK にしてあげて、で、この X の2乗の N 引く形状なんで、これそれぞれ、こうやって分配法則で計算、展開してあげると、X の 2N 引く2形状というふうになりますよね。はい。で、続いて、えー、ロドリグの公式。 式2.1を手に、まあえー、この二項定理適用したものをほっと、掘り込んであげようと、まあ、そういう感じです。で、そうすると、pnx イコール 2, n 2の n 乗 n 解乗分の1、これはもともとあるやつですね。で、シグマのマイナス1の形状、コンビネーション nk の x, x の 2n 引く2形状の n 解微分、こういうふうになるわけです。 これあの今後も出てくるんで、アスタリスクという式アスタリスクという風にします。はい、ここまでよろしいですかね。もうやったこととしては、もともとロドリグの公式の、えっと、この x2 乗引く1の n 乗とこの部分を理工定理適用して、ほいっと元戻してあげたそれだけです。はい、ここまで大丈夫かなと思います。で、えーまあ、ここからですね、次何ううをするかという話ですけども、ここで1回、あの、 気持ち入れ替えるためにですね、えー、っと日持ち入れ替えて、ですねあの微分のところをちょっと考えていただきたいんですが、やっぱりあの微分をどうにかしたいですよね。あの微分を、のこの、えー、っと D の記号を取っ払っちゃったらこの式になると思いますので、どうにかそれを取っ払おうということで、具体的にこの微分がどうなるのか考えます。で、えー、のこの微分の,この X の M 乗って今回はあの何か代表的な関数として置いちゃいますけども、 仮にですねこの、えー、と x の指数部分、m と n の代償の関係によってあの答えって変わるでしょう。例えばですね、x の2乗を5回微分してください。そうすると答えって、そう当たり前ですが0ですよね。もう2乗しかないのに5回も微分したら0になっちゃいます。4回微分しても0ですみたいな感じで。1回微分すれば x の2乗だったら 2x。2回微分だったら2 3回目やったらもう0ってなっちゃいますよね。はい、まずそんなような感じで、この、えー、x の指数部分とこの何回微分するかっていう、この代償関係で答えっていうのが変わるっていうのを、これ、場合分けしてるわけです。で、当然、この、えー、n が m よりも低い、まあ、以下ってことですね。n が m 以下だったら答えが出てきます。 どういう風になるかっていうと、m'n の解乗分の m 解乗を xm'n 乗。はいと。まあ、ちょっとこれ置いといてですね。で、n が m より大きいときは0になるんですけども、どうしてこうなるのよと。本当って思いますよね。いや、そうは思えん,よ思えんぞと。x の2乗微分したときに、そんなような、こんな式にな,ならないじゃないかと。 思うかもしれません。はい。ちょっとそういうことで、少し分かりやすいように例を持ってきました。具体例として、関数 x の5乗、5次関数ですね、x の5乗を2回微分するときを考えます。これは計算すると5、5×4×x3 乗ですよね。1回微分すると 5x4 乗で、それをもう1回微分するんで5、5×4×x3 乗ってこうなると思います。ここまではいいですよね。20x3 乗ですが、 これをあえてですね、こういうふうに見てあげます。えー、3×2×1 分の 5×4×3×2×1 と、こういうふうに見てあげます。そうするとですね、ポンポンとこの 3×2×1 のとこ消えますよね、当たり前ですけども。はい、で、そう考えたときに、この分母321っていうのは、これは3の解乗になってますよね。で、分子54321って掛け算、階段のように下がってますので、これ5の解乗になってるわけですよ。 ということで、まあ、3びっくり分の5びっくり、3の解乗分の5の解乗 x3 乗っていう風になっていると。そういうことなんですよ。まあ、ということで、まあ、こっちの式に戻りますと、えー、今回の場合は、えー、m が5で、えー、n が2なわけですから、3の解乗分の5の解乗かける x の5ひく2で3乗になってると。ああ、なるほどと。本当だって感じですよね。これ、他のやつでも試してみてください。ただし、これが成り立つのは、n が m 以下の場合だよと。 これ式としましまょう、はい、これを踏まえますと、先ほどの微分形式で書かれていた、あの、アスタリスク、式アスタリスクの中身はですね、こういうふうになるわけですよ。まず、今回は xm 乗じゃなくて、x の 2n-2 形乗でしたよね。先ほどの式見ていただければと思いますが、2n-2 形乗ですから、えー、今回の m を 2n-2 形というふうに置いてあげてください。ここが 2 n 2 k になって、ここが2 n 2 k になって、ここが2 n 2 k になると。はい。まあそうやって整理してあげると、えー、n-2k 解乗分の 2n-2k 解乗かける x の n-2k。K まあ、ここは多分そんなに難しくないんじゃないかなと思います。単純に m に先ほど言ったように2 n 2 k を代入して、えー、整理してあげただけですからね。はい。で、ちょっと引っかかるのがここかなと。えっ、ー、と、この、あの、 k のです、ね、範囲が変化します、まあ、先ほどまでは、まあ、n と m っていう風に言ってたんですけども、今回は n と k ですから、はい、変わります。どうなるのというと、ここにもちょっと2 n 2 k を代入してあげてください。いいですかそうすると、n は2 n 2 k 以下だよってなりますよね。はい。もう全部、もう m を2 n 2 k に全部この変数変換して,してあげるわけですから、ここも2 n 2 k になってあげて、 はい、こういう感じの式が得られると。で、これであそれぞれ同類以降まとめてあげて整理してあげると、K は2分,2分の N 以下だよというふうに変化します、範囲がね。K が2分の N 以下の場合は、この答えが出てくるけども、2分の N よりでかいときは答えは出ませんよと、まあ、そういうことです。よろしいですかね。はいまあ、これだあの、確認してあの入れてもらえればすぐ分かるかなとも思いますが。はい。 というところで、ですねこれが言えるので、要は裏を返せば、この k の範囲としては、2分の n 以下じゃなくちゃだめなわけですよ。2分の n よりもでかいところはもう無視して OK。なぜかというと、0になっちゃうからね、はい。で、2分の n 以下、かつ、まあえーまあ、この後どうなるかなというところをちょっと見ていただきたいかなと思いますが、先ほどのアススタリスク式アスタリスク見ていただけると、ですね k に関する和っていうのが、 2分の n を超えない最大の整数、2分の n まで、このガウスの記号を2分の n、鍵括弧2分の n まで取ればよいというのが分かります。はい。ということで、ですね、まあ、それを踏まえますと、えー、先ほどの、えー、とシグマの和の範囲が変化,をし変化します。ちなみになぜ最大の整数なのかと。 2分の n を超えないのは分かったよと。先ほどの k の範囲がね、2分の n 以下だったから。なんで最大の整数と言えるんだいというと、びっくりまーくあの、この解状記号があるからですね。えー、まあガウガン、ガンマ関数勉強した皆さんからすると、まあ、あのいろいろなあの別に実数の範囲まで、えー、っと、この解っというのは範囲が広がりましたから、えー、何でもいいじゃんと思うかもしれませんが、一般には、 解乗っていうのはもちろん4の解乗3の解乗と正の整数のみになり立ちますので、あまあ、あの0は、ね、解乗ありますけれども、まあ、そんな感じでですね最大の整数2分の n まで取ればいいってことになるわけです、この解乗があるからね。はい、それを踏まえますと、えー2、2の n 乗 n 解乗分の1で、シグマの0から2分の n。 カキカッのね、イブネルでマイナス1形状のコンビネーション NK で、N、N-2K 解状分の 2N-2K 解ける k の N-2 形状となりますとよと。はい。よろしいでしょうかね。そしてですね、またさらに、えっ、ー、と、ま、式をきれいに整理してあげましょうというところで、えっ、ー、と、このコンビネーション記号、組み合わせのこの記号を、もともとの公式を使いますあの。先ほど示しましたよね。あの組み合わせの式をここにゴンと。 代入してあげると、K の解乗 N-K 解乗分の N 解乗っていうのがここに降りてきますよというところです。で、もっと見ていただきますと、この N 階乗と N 解乗消えますよね、ポーンと消えちゃいます。はい、見事に消えましたので、これをきれいに整理してあげますと、えー、ようやくめでたくですね、この式2.3が得られますよというところで、えー、めでたしめでたしというところになります。はい。 えどうでしたかね、えー、と皆さん、えー、お分かりいただけたでしょうか。まあ、あの一応です、ね、このガウスの記号っていうのがまあ新しいかなと思いますが、まあ、それを、えー、と除けば、あの式の証明についてはです、ね、あの特段難しいところはなかったんじゃないかなと思います。今、はいまあ、順を追ってですね、ただ、まあ、あの分かりづらい,と,いうところについては、何度も何度も確認していただいて。 えとまあ、いつも言ってることですけども、完璧に理解して進んでいただきたいかなと思います。この式についてはですね、式2.3ということで、また後々も出てきますので、よくメモしておいてください。はい。ということで、今回の講義は以上となります。いかがだったでしょうか。小さな疑問だったとしても、そのままにせず、完璧に理解した上で次へ進んでください。 このチャンネルではこのように高校から大学教養レベルの様々な講義を展開しています。よろしかったらいいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は母関数展開について学んでいきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。